自分の手掛けた印刷物が商品になりまして、でそれがテレビに映されたり書店に並んでいるのを見たとき、自分のやった仕事が世に出ているということは、自分も社会の一員なんだなと思いました。それを感じたときに、もっとより良い印刷物を作っていこうと取り組んで、でそれが結果になって出たときに大きなやりがいを感じます。上司の方々や同僚の方々にアドバイスをいただいたり、ご協力をしていただいて、職場の風通しも良くて、いつもいい環境で仕事をさせてもらっているなと思います。とにかく最高の製品を作る、できればもう芸術品に近いような製品を作れればと常に思って日々努力して、でいろいろなことをグループ全体で会社全体で改善しながらやっていければと思います。地元に貢献をして社員を幸せにする、こういうことが会社の理念になってくると思います。社員がうちの会社に勤めててよかったね、幸せだねって言われるような、朝から晩まで仕事をする、世の中の役に立つ、そういうことを楽しくできたらいいなっていうふうに思ってます。会社ができたばっかりの頃は社員も5名ぐらいで始めたわけですけれども、頑張ってここまでにしてきたっていう感じでしょうかね。言いたいこと、やりたいことっていうのを聞ける雰囲気には私も含めてみんながしてくれてるんだと思いますけど、お客さんの求める仕事、求めるものを、品質を一定のものを作り上げる、そういうものはやっぱり喜びありますね。釣り上がった製品、これが店頭に出てたり社会の中に出てると、やはりそれは非常にやりがいのある楽しいことだなと思います。